皆様いかがお過ごしでございましょうか。南風チャンネルでございます。ですね、今日ですね、新商品というわけじゃないんですけどね、車両のご紹介です。ですね、お題はターンの BYB ですね。で、まあ別にね、新しく入ってきたもんでもないし、なんか新しく紹介せないといかんことがあるんかということになるんですが、実はね、この車両も久しぶり、まあ試乗車として来てるんですけどね、久しぶりにちょっと真面目に乗って見まして、なんか改めましてね、ようできとるわというのをね、再確認しましたので、それに関してちょっとお伝えをしてみたいなというふうに思いました。で、ここ2ヶ月ぐらいなんですけども、実は私ね、朝っぱらからですね、1時間半から2時間ぐらいね、街中をこうぐいぐい駆け回ると、まあそれなりに一生懸命ね、ブルベを走る時と同じぐらいのあのペースで走るというようなことをしております。で、ストップアンドゴーが非常に多い、で、直角カーブが非常に多いというようなところで走るわけなんですが、マウンテンバイクベースでやってたのをですね、ちょっとね、ダホンのルーゾですね、あれでやってみたらなんか非常にいいと。で、やっぱ20インチとかね、昇降系の車両っていうのはやっぱ街中とかストップアンドゴーに非常に有利なんだというのをなんかちょっと改めましてこう痛感しまして、じゃあちょっとこの BYB でやってみっかというふうに行きましたらですね、ますますいいなというのが分かってまいりました。で、まあちょっとね、うちも BYB をね、取り扱いあるんですよとは言いながらですね、まあそこの潜在能力というかね、その車両の素晴らしさっていうのをですね、もう今一つこう、引き出しきっちゃおらんなというところをちょっと反省しましてですね、まあちょっと今期はもうやがて雪降ってなかなかあれなんですけどね、来期以降ですね、ちょっとこれの活用方法とか、この車両ね、をちょっと真面目にちょっと掘り下げていかないかんなというふうに思いましてですね、それやりますよという、まあ予告編でございました。で、こうやってね、あと見てみると、やっぱこう、畳んでね、直立しますと。で、床面積だけで良ければ、ブロンプトンよりも実は床面積は小さいぐらいなんですよね。で、そこをですね、どう活かす、その折りたたんだ後のね、何かっていうのを、ちょっとユーザーさんの方でまだこう、活かしきってないというか、私自身が活かしきれていないと。で、そこがやっぱね、問題なんだろうなと思いますし、まあ、ブロンプトンはね、なんだかんだ言いながら、もうだいぶ私もね、ノウハウを積んできまして、で、実を言うとね、これじゃ新しくやることもうないんじゃないのというふうなぐらいになりましたし、車両そのものがですね、もう別にその、きちんとした定評を得てしまったので、私ごときが、ああでもない、こうでもないって言わなくても、もう売れるような車両になっちゃったと。いうところもありますので、販売店としてはですね、そのブロンプトンに次ぐ、商いの柱というか、そういうのを確立せないかんというようなところもありますので、携帯性に優れた、しかも、ギンギン走るぜというような、やっぱターン独自のね、切り口を持った車両として、まあ、なんとかね、うちのこう柱に育て上げてえなぁというふうに思いましたので、ね、ちょっと頑張りてえなというふうに改めまして思います。まあ、ちょっとこの畳んだ状態しか今回は出してませんけども、何回か分けてね、何回もに分けて、これ活用してこうでしたよというようなご報告をしてまいりたいなというふうに思っております。こうご期待でございます。